コルドスアソによる21世紀の分類によるバスク語の方言西部方言中央方言ナファロア方言ナファロアラプルディ方言スベロア方言およそ1850年にバスク語が話されていた他の地域統一バスク語または単にバツアは1960年代後半にバスク語アカデミーによって開発されたバスク語の標準語であり現在バスク地方全体で最も広く 一般的に話されているバスク語の編集である。バスク語中央方言を主な基盤としており、小学校から大学までの教育、テレビやラジオ、バスク語で書かれたすべての文章の大部分で一般的に使用されている言語の編集である。特に都市部では方言を全く学んでいない新しい和者に日常、語としても使われているが、田舎では年配の和者が多いため、 特に非公式な場面では本来の方言がより多く使われている。バスク語の伝統的な方言は常に使われていた状況で使われているが、バトゥアはバスク語の新しい分野を開拓した。それは正式な状況下での使用と、それがなければバスク語を学ばなかったである多くの新しい話者である。エウスカラ・バトゥアはスペインでは公用語として認められているが、フランス語を 唯一の公用語とするフランスでは公用語として認定されていない。統一バスク語は主にバスク語中央方言と初期の伝統に基づいて1970年代にエウスカルツァインディアによって作成された。バスク語が何世紀にもわたってスペイン語とフランス語の両方からの文化変容による圧力を受け、特にフランコの支配下のスペインで禁止され、 絶滅に近づいていたという状況を鑑みたアカデミーはバスク語が生き残る可能性を高めるためにバスク語の統一方言を作成する必要性を感じていた。1968年にバスク語中央方言がギプスコアの高地に位置しバスク文化の活動的な中心地でもあるアランサス聖堂で開催され その目的を体系的に達成するための基本的な指針が定められた。1973年には標準的な活用を確立するという提案により、さらなる一歩が踏み出された。この新しい一連の標準語規則から生じた議論は、地域政府の急成長の中で、教育、媒体、行政において共通バスク語がバスク語の標準語として受け入れられるようになることを、 妨げるものではなかった。コルドスアソによれば、統一バスク語が中央方言である、バスク語中央方言に基づいている理由は次の通りである。言語学的理由、中央方言は、すべてのバスク語話者が集まる、出会いの場である。最西端の方言ビスカイア方言は、他の方言の話者には、理解が難しく、同じことが最東端の方言スベロア方言でも起こる。 人口統計言語学的理由、中央地域と西部地域は1968年にも、現在でもほとんどのバスク語話者が住んでいる地域である。さらに、バスク語が最もよく使われているのはギプスコアとその周辺地域だった。社会言語学的理由、18世紀以降、中央方言、より正確にはベテリフク方言が最も権威あるものとなっている。経済的、 文化的理由、ビルバオはバスクで最も重要な都市であることは間違いないがバスク語が話されている都市ではない。ガステース、イルニャ、バイオナ・アンゲルビアリッツも同様である。したがってギップスコア圏はバスク州の中で多極的な構造を持ち強力な都市が存在しない唯一の県となる。コルドスワソはこれらすべての特徴を考慮に入れてエウスカラ・バトラが バスク語中央方言を基盤にしたことは公平で賢明だと思うし、それがバトゥアがとても成功している理由であることは間違いないと述べた。コルドスアソによるとエウスからバトゥアがバスク語にもたらした主な利点は6つある。バスク語話者はバトゥアを使用すると互いに理解しやすい。伝統的な方言を使うと特に非中央方言の話者同士で相互理解が難しくなる。 バトゥアができるまでは、バスク語話者は、高尚な話題や仕事の話をするにはスペイン語やフランス語を使わなければならなかった。エウスからバトゥアは、そのための適切なツールを提供している。バトゥアで、これまで以上に多くの大人がバスク語を学ぶことができるようになった。バスク語が話される教会は、常に交代してきた。バスク語が話される地域が、だんだん狭くなってきたことを示す。 個地図がある。しかし、今では、バトゥアを教える、スベロア方言やエカストラのおかげで、バスク語を話す地域が大きくなり、バスク語を話す人は、バスク地方のどこでも、あるいは、バスク地方の外でも見つけられる。バトゥアが、社会的に高い水準で使われるようになったことで、バスク語は威信を高めている。バスク語話者の団結が強まった。バトゥアが作られて、以来、 言語の内的な境界線もなくなり、共同体であるという感覚が、より生き生きとしている。和者の共同体が強くなるほど、バスク語も強くなる。これらの利点は全て広く認識されているため、伝統的な方言を支援する組織、バディアルドゥグでも使用されている。統一バスク語は、批評家たちから人為的な言語と評されたり、過疎化したエウスケラントと呼ばれたりしているが、その理由は、 極端な方言は、統一バスク語の存在と普及は、歴史的で神聖なバスク語を殺すことになると主張している。また、統一バスク語はフランス語やスペイン語と競合する、言語の未来を守ってきたと主張する者も,もいる。エウスカルツァインディアの調査によると、バスク語は、地元の方言よりエウスカラ・バトゥアを優先して導入し、教えてきた地域で、最も成長している。これにより、 フランシスコ・フランコの独裁政権下での公的使用への弾圧の結果、現在の年長世代の多くが話せなくなったバスク語の復活を可能にしている。もう一つの論点は H の綴りだった。北東方言では大気音として発音するのに対し、他の地域では H は使われていない。統一バスク語では筆記では必須だが発音しなくてよい。反対派は、 多くの和者が語彙を丸暗記で学び直さなければならないという不満を持っていた。フェデリコ・クルトビッヒはまた、プロテスタント聖書の最初の翻訳者であるヨアネス、レイサラガが使用したルネッサンス期のラブルデ方言に基づいた大体の初期方言の作成を推進した。この方言には語源学的な綴りという特徴も含まれていた。主流の意見は、それがもたらした利点のために、 バトゥアの編集を受け入れる。一方で、バスク語の作家や翻訳者の中には、マティアスムギカのように、バトゥアは、単なるピジンとして機能するため、伝統的な方言よりも自然性や、言語的な質が著しく低下していると指摘する、人もいる。統一バスク語と地元の方言の関係は、ウィリアム・アビカンによって、次のように要約されている。以下の方言は、 バトゥア以前のバスク語方言であり、バスク語の交互的、または世俗的な主要域を構成する。エウスからバトゥアは正式なものである。諸編集は中世までかなり統一されていたバスク語から生まれたもので、バスク地方で起こった行政的・政治的分裂のために互いに分岐した。諸方言はスペインとフランスのバスク地方で話されている。統一バスク語は、 ギプスコア方言を基盤に他の方言からの要素を取り入れて作られた。諸方言は一般的にその名の由来となった地域で使われるが、言語的には多くの類似点がある。ありがとうございます。